佐藤光、井上学、浜岸正幸、ビクター・ヘンリーと敗れ去って、残る中村にホベルト・サトシ・ソーザ、今大会大注目の一人でもあります、柔術界の至宝、チーム優勝大将中村大輔。もう中村大輔しかいません、優月堂チーム波動中軍ホベルト・サトシ・ソーザ。対してブラジルから28歳、ホベルト・サトシ・ソーザ。大将中村大輔選手敗退となりました場合、ファーストラウンドセカンドマッチの勝敗が決定いたします。中村 69.9キロ、いやー来ましたね。サトシが 74.3キロ、台風の目ですからね。そうですね、これで判定になりませんので、8分間引き分けの場合でも中村は敗退。これドーンと右の足でマットを踏んで、そしてスタンドの攻防へと移っています。あのお兄さんのマルコスが前回チームハレオで出場ありました。サトシ下からアキレス行きましたよ。アキレス剣固め、早くも仕掛ける。どうだ回って潰して、足を取り返そうというのか中村。あ、今度こっからどうする、内外どちらかというところなんですが、さあ中村選手上になった。シッティングからのサトシ、中村トップです。回る、おおおお、ここから腕は引き抜きました。しかし読みましたね。腕中先にかけに行ったんですけどね、積極的にバックを許してしまう。後方からのコントロール。柔術世界選手権ムンジアル黒帯ライト級準優勝、昨年ありましたサトシ、まあ、世界トップの柔術家の完全に一人ですよね、そうですね。そして28歳、まだここから脂乗ってくる頃でしょうね。そうですね、まさにもう日本を代表する柔術家の、はい、しかも世界のトップの。腕も入ったか、来ましたよ来ましたよ来ましたよ、危ないぞ。なんとか顎を引いて中村、それでも体を反り返らせるようにして、サトシ力を込めているように見える。入ってしまうのかどうだ。あ、やはりサトシ強い、やはり強い。大将の志ここでついえました。チームユーズ軌道敗退、勝ったのはチームハレオ。勝負タイムは1分29秒、ほとんど息も乱れず、ホベルト・サトシ・ソーザリアネイキドチョークです。ホベルト・サトシ・ソーザ。さあこちらです、中井さんにまたお話しいただきましょう。そうですね、このリアネイキドチョークですね、はい、しっかりと足を三角クラッチして反対側の足に引っ掛けてます。これが逃がさないポイントですね。そして下下腹部をしっかり出しながら腕を徐々に食い込ませます、うん、この辺でもう、はい、入りましたね。中村選手も顎を引いて耐えていましたがね、はい、顎のまましまったという感じですね。あ、それでもさらに上を行くような攻め、はいはい、締め、この段階ではまだそうですね、ここに入れて結びましたね、はい。うん、肘のこの V 字の角度のところにもう顎を入れて、最初の時に中村選手まだ一のげるという感じだったと思うんですけども、はい、徐々に入ってきましたね。また引き寄せるようにして、ここで勝負あり、ホベルト・サトシ・ソーザリアネイキドチョークです。さあ外国人同士の対戦、デイビッド・ガルボ、こう見てもリーチが長くてすごい絡んできそうな感じ。その上背確かにそうですね、180センチあります。デビッド・ガルボの177センチなんですが、腕の長さ、足の長さ、見た目違いますもんね。これどう生かしてくるかというのがサトシ、まあ、ほぼ同じ体格ですね。中井さん、どう仕掛けるかですね。世界2位のサトシの方がやはり有利ですけども、ここはデビッド・ガルボがどこまで食い裂かれるか、ここでによってはこの後半が変わってきますからね、はい、またこれ食えば大きい、そんな獲物でもあります。さあスピードで圧倒したいというのがサトシ、それに対してもう全員決める気でというのがガルモです。ガルモはこれ上半身、これ白基調のラッシュガード、これ黒基調がサトシです。アメリカのガルモ、ブラジルのサトシ、しかし
さあここはまだお互い挟んでいく、安易に引き込みませんか、がたぐってハーフガードに入ろうとしますね。こういうコンタクトだけでも沸かせますよね。そうですね、一挙手一投足その動きでというのがサトシの何かこう柔術の凄み感じさせてきます。さあ引き込んだ、さあデビッド・ガルモはやっぱこの、まあ、ビッグネーム相手に気負ってない気はしますね。あ、大丈夫ですかここまで。桜庭さん、2人の雰囲気ってどうですか。もうなんかすごい落ち着いてるというか、はい、まあ、考えてるんでしょうね、いろいろ。ちょっとこう嵐の前の静けさのようにも、はいはい、おー、なんかこの一瞬ですよね、このあっという間に仕掛けはサトシ、大将がガルモ、左の足が上がってきた。お互い座り込んだ状態からまた寝かせてきますサトシです。右足を抜いた、引き抜く動きも柔軟なサトシ、ちょっとこうまだ状態立てるようにしてます ね。あ、スタンドに移りました、ね、打撃があるわけじゃないですけどちょっと目が離せないというか、いや全くですね、はい、本当に打撃かのように一瞬にして、はい、もうカウンターのように技も入ってきますしね、はい、まあ、ガルモ選手もレスリングできると思うんですね、はい、もしかしたらやってたかもしれない。スタンドで負けないっていう感じがあるんじゃないですかね、はい、あ、引き寄せてもうここ、ね、胴体を締めるような形から右足さらに動かして相手の股の間に差し込んできますサトシです。これをパスガードをさせずに捉えてギロチン、あ、来たサトシが相手の動きに捉えて足へ、そしてテイクダウン、いや早い、もう頭の中で技が2つとか3つつながってるんじゃないですかね、パンパンパンと、はい、その先先へ、はい、しかも相手の動きもこう予測するわけですよね、はいはい、ちょっと中井さん、こういう大会見て、はい、柔術の大会見てみようかななんて人増えればまた面白いです ね。 ですね、まあ、これはまた違いますけれども、クインテッドはそういうふうな、まあ、面もあるでしょうね、やはりさらにこれ動きが必要なのがクインテッドのルール、ジリジリデビットから、あ、これ肩固めに腕の位置も非常に重要です。さらにエッチョークで、どうだどうだ、中井さん、これ形面白くなりました ね、 肩固めを取りながらもバックを伺っているように見えますね、はい、後ろを捉える、そしてエリアリーキのチョークだ、いくつも技は重なる、デビット選手逃げることができるか、まだ顎はしっかり引いて動きを見せていますデビット・ガルモ、足は4の字、落ち着き払った表情の後方サトシです。スーッと右を差し入れる、出てきました、ファーストラウンドでは中村大輔をリアネイキドチョークで下しています。どうだどうだ、この力の込め方が先ほどの再現となるのか、中井さん体勢どうですか、いいと思います、もうそこで強いのです、隙間にスッと手が入ってくるのですごい、いやなんでそんなシンプルな技で取っちゃうのって感じですよね、それをやり押せる4分12秒の戦いでした。リアネイキドチョーク、ホベルト・サトシ・ソーザ、デビッド・ガルモを下しています。カルペディウムは次鋒のガルモが敗退、パレオは中堅のサトシが勝ちました。さあリプレイをご覧いただきます、はい、中井さんにお話伺ってまいりましょう。耐えていたんですが、ね、ガルモよくしのいでたんですね、はい、この三角クラッチの中をチョークを決まりそうな場面もありましたけど手を掴んだりしてしのいでいましたね。そこで腹ばいにさせて、腹ばいにして潰した瞬間取りましたね。あれはこれもう一度、はい、これですね、ここはしのいでますね。これで相手がデビッド選手が反転してきたときに回る同三角のまま飛びましたね。そして自分の手を絞り上げたって感じですね。これでスペースなくしたわけですね。回った瞬間自体を捉えようという思いはあったんですか。きっとあったに違いないと思います。ただ自分のこの相手の逃げてきた瞬間を
これですね、絞り上げましたね。もうなんでこんなシンプルな形で取れるんだって感じの凄まじいフィニッシュですね。リストを滑り込ませてというふうに見えました。いやまた歓声のボリューム高くなります。中堅松本義彦、中堅カルペディウムからは松本義彦 62.5 キロ、チームハレオ中堅ホベルト・サトシ・ソーザ、ハレオの中堅はホベルト・サトシ・ソーザ 74.3 キロ、10キロ以上ありますね。試合時間4分間で行われます。体重差は10キロ以上ありますので8分の半分、4分で行われます。さあ4分ですね。これを分けることができれば松本選手、値千金なんですけどね、引き込んでこようという松本の動き。ああやっぱりそういう意思あるようですね。これ何としても接戦に、多少トップギア、ハイギアに行かないといけないくなりますよね。さあ果たして引き上げることができるのか。いやこれだいぶ早いですね、グラウンドで、ああ制圧しようと、すごい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 、桜山さん、すごいね、かかってますね、はい、もうやっぱり時間が半分になってるんで、ホベルト選手はもうどん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 攻めないと、8分と同じようには攻められませんね。もう全然違いますね、いやその攻めの数も先ほどの倍ほど、その時間が半分ですからね、ちょうどぴったりくるような攻撃を見せていますサトシ。そして大変なのは松本、どうこれをしのぐか、そして返していくか。とにかく頑張るしかないですね。とりあえずやらせないしかないですね。サトシを止めるのは誰か。松本の動きはこれちょっと左の足も上がってきますが、ギロチンに入ってきましたね、ギロチン。これ左の腕どのあたりまで差し込まれているのか。そうですね、しかし、おっとしのげるか。おおしのいだ。これもう一回パスガード必要ですね。まだ波は来ますよね、次々と。ただ松本選手よく動いてる、対応してると思いますよこれ。間もなく開始から1分半、10キロを利用した、10キロ、10キロ以上でした、はい、マウントに移行しています。形ですね、100キロの10キロとこの階級の10キロ全然違いますからね、はい、これが今回10キロが半分になるっていうところの意図ですよね、はい、62キロ松本と74キロサトシです。おっと、あ左の膝でこれ割り切ってきます。よくしのいでます、よくしのいでます。どうだ、時計回りに回る、足を元に、右足戻した、パスガード、さあどうだ。まずこの抑え込みから肩固めの形を見せてというところも得意の形です。さあどうだ松本選手、ね、ここはもうかじりついてでも引き上げたいと、ね、おお、あこれでよく戻します、戻す、さすがね、もともとパンアメリカン制した、はい、ああっと松本スタンドに戻しています。襲いかかってくる、まだサトシ逃がさないと言わんばかり引き込む松本、松本選手決死のグラウンド、よく粘ってますね。そうですね、うん、これが団体戦の面白さですね、なんとしてもここでサトシを止めて相打ちも辞さないという34歳松本義彦、チョークでの一本がここまで多い選手ですが、サトシにここからその逆転なるか。サトシはここから決め切って次へと行きたいところです。さあついに残り1分、ついに1分切りました。そうですね、サバイブするか。ここでバックいった、あここを取った、誰も逃れられないのか。なんとホベルト・サトシ・ソーザというリアネイキドチョーク地獄、3分12秒、4分間、耐えきれません。わざとこれ逃がしてスコッてはめた感もありますね。いわゆる動かして、動かして自分の枠にポコッとはめて、あんな一瞬でちょあの後ろからのスリッパなんてそんなめったに決まらないですね、これ1分ですよ、すごいな。いやそれをやり抜きましたね。そうですね、松本さんよくしのいでたんですけどね。ですが、はい、さあ中井さん、10キロ差もあって、10キロ以上差があったんですが、残り1分のところでこう、はい、裏返しましたね。しっかり裏返してたすきがけした状態を作り、もうここの瞬間にも入ってましたね、このバックを取る速さ、的確さ、はい、
そしてチョークに必ず入るこの私。先ほどのガルモ戦もそうでしたが、相手が動いている刹那でもう仕掛けてるんですね。動いてる先を読んでるからこそできる動きですよね。ただし滅多にできることじゃありません。本当に本当に振動だと思いますね。本当にそれが今この瞬間、はい、いやクインテッドで披露されています。ここですね。ここ裏返しながら表を向かせて、そしてバックに移行して、その向いた時にはもうチョークに入ってるんですね。早いです。いや2手3手もっと先でしょうか。読み勝ち、そして決め力十分。2人連続でディアネイキドチョーク、ホベルト・サトシ・ソーザ。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。あーちゃん